MTO シフトレバーの一例シフトレバーは自動車やオートバイの運転装置の一つでマニュアルトランスミッションの歯車の組み合わせを切り替える操作レバーである変速機、変速レバー、ギアレバーなどとも呼ばれるオートマチックトランスミッションの場合はセレクターあるいはセレクトレバーと呼ばれるが本校ではこれらも含めて述べる自転車の変速機を操作するシフトレバーについては 変速機シフターを参照。典型的な自動車のマニュアルトランスミッションは、スリーブやスライディングギアと呼ばれる部品を発射軸の軸方向にスライドさせて歯車と噛み合わせ、歯車と軸の回転速度を同期させる。シフトレバーは、スリーブ等を動かすための操作レバーである。レバーを前後左右に動かす、H パターンと呼ばれる操作の場合は、左右の動作で動かすスリーブを選び、 前後の動作で、ロットとシフトフォークを介して、スリーブを動かす。オートバイなどで広く普及している、リターン式あるいは、シーケンシャルパターンではレバーを動かすことで、エントーカムを、所定の回転角度で回転させ、受動軸を介して、スライディングギアやスリーブを動かす。シフトレバーとトランスミッションの位置関係が遠い、場合には、コントロールケーブルやリンク機構を介して、レバー操作が、 トランスミッションに伝達されるが基本原理は変わらない。大型車やレース車両などにおいては、シフトレバーやスイッチの操作に応じて、圧作空気の圧力や吸気負圧、それの移動を利用したアクチュエーターが、スリーブやスライディングギアを動かす機構が採用される場合もある。オートマチックトランスミッションは、油圧回路を切り替える機構を、セレクトレバーによって直接的に操作する方式が、 古くから用いられてきたが、電子制御の発達とともにコントロールスイッチに送る、電気信号を切り替えるスイッチとしての機能に変化した。これにより、レバーを排して、押しボタン式としたり、ダイヤルスイッチとする例もある。セレクトレバーには、不要意な操作で、全身走行中に R レンジに切り替わったり、駐車中に D レンジや、R レンジに切り替わったりといった、誤操作を防ぐ。 ロック機構が設けられている。グリップ部には、ロック機構を解除する、押しボタンが設けられていて、誤操作が危険な操作に対してはボタンを押しながら、レバーを操作しなくてはレバーが動かないようになっている。あるいはロック解除ボタンを用いずに、レバーの動きを区形に制限して、直線的には動かないようにすることで誤操作を抑制する場合もある。詳細は、 シフトレバーの配置を参照シフトレバーが取り付けられた部位に応じてフロア配置のフロアシフトインパネ配置のインパネシフトステアリングコラム配置のコラムシフトの3種に大別されるフロアシフトは現在最も一般的なタイプで軽自動車から高級セダンまで幅広く使われているほとんどの車種で車体中心線近くに配置されるが右ハンドルの右手側 すなわちドアシルに配置されるものもある。シフトレバーがステアリングホイールに近いところにある。コントロールケーブルによりレバー配置の自由度が高くなり、フロアシフトとコラムシフトの中間的手法として用いられる。ミニバンや貨物車においてマニュアルシフトとウォークスルーを両立するレイアウトとして採用されているほか、一般的な乗用車にも使われるようになっている。古い車種では、 トラクシオンアバンや2 c v などに例がある。これらの車種では、縦置きされた水平対向エンジンの前方にトランスミッションが配置されていて、トランスミッションの真上に高く立てられたレバーに水平のロッドを組み合わせており、水平ロッドの高さがダッシュボード付近になっている。日本車では古くはホンダ N360 の例のみであったが、2000年代以降は、 欧州向けとレイアウトを共通化した車種から普及が始まり、キャブオーバータイプ。コラムシフトは、全席にベンチシートを採用して3人がけとした車種や、運転席と助手席の間を後席への通路とした車種などで採用される。マニュアルトランスミッションのコラムシフトは、リモートコントロール式とも呼ばれ、シフトパターンは、上下がシフト、前後がセレクトのエッジパターンがほとんどである。 トランスミッションとの間に多くの機構が介在するため、修道抵抗により操作力が大きく、リンク機構の連結部に設けられた遊びが積み重なって、シフトレバー全体の遊びが大きくなる。マニュアルトランスミッション用のコラムシフトはかつては乗用車から貨物車に至るまで幅広く採用され、1950年代にはスポーツカーにまで採用される事例もあったが、 1960年代以降の MT 多段化傾向で実用面の欠点が顕著になり次第にフロアシフトにとって変わられタクシーなどの全席3人掛けが必要な車種に残るのみとなっているオートマチックトランスミッションのコラムセレクターはアメリカ製 SUV やミニバンに採用例が多い日本では1990年代以降ミニバンや商用車軽自動車に普及したが 近年はインパネセレクターへ移行が進んでいる。機械的な機構でトランスミッションを直接的に操作せず、電気的に制御されたアクチュエーターで変速を行う場合、ステアリングホイールから手を離さずにギアチェンジが可能なスイッチが採用される場合がある。特に運転手から見て、ステアリングの奥に板状のレバーが設けられるものは、カヌーを漕ぐパドルに似た形状であることから、 パドルシフトと呼ばれる、あるいはステアリングホイールの表面や裏面に押しボタンが設けられる場合もある。通常のセレクターレバーを廃止して、ダイヤルやボタン式の AT セレクターと併用することが多いが、利便性のためフロアやインパネにレバーを残す車もある。パドルシフトの採用例をオートバイの場合には、今日では、ほとんどの車種で足で操作して変速するフットシフトが用いられるが、 1960年代以前には手で操作するハンドシフトの車種も見られた。詳細は EN、スーサイドクラッチを参照ハンドシフトには大きく分けてタンクシフト、ジョッキーシフト、グリップシフトの3種類に対別される。タンクシフトは燃料タンクの側面に設けられたシフトレバーがリンケージを介して変速機に接続されるもので最も初期から存在する形式である。 同じリンケージを介する形式でもシフトレバーの位置を大きく変更する目的でフレームにシフトレバーの台座を設置する場合もありこうしたものはアメリカの白バイ向け車両に多く用いられたことからポリスシフトとも呼ばれているジョッキーシフトはリンケージを介さずに変速機に直接シフトレバーを連結するものでさらに競技にはシフトレバーをフットレスト後方まで伸ばして 車軸のの手前付近に配置すするものを示すこのように配置された場合、シフト操作があたかも馬に無知を入れるように見えることから、このような名称で呼ばれる、タンクシフト、ジョッキーシフトとも、片手をハンドルから離してのシフトレバー操作が必要な方式である。このタイプの場合、ある程度安定性のあるサイドカーや、ミワモデルでない通常の単車型オートバイでは、 走行中に極めて不安定な状態に陥りかねず、しばしば横転事故の原因となった。従って、より安全性の高いフットシフトの普及に伴って、市場からは淘汰されていった。グリップシフトは、今日の自転車の変速機でも広く見られる、ハンドルバーのグリップを回して変速を行うもので、旧式のベスパで用いられている。フットシフトのシフトレバーは、足で操作することから、 シフトペダルと呼ばれる場合が多い。一端を軸によって指示されたレバーの多端を足の裏で踏む操作と足の甲で引き上げる操作で変速する方式が主流となっている。先端の操作部には滑り止めのついた突起が車体の横方向へ突出していて外観形状からシフトペグとも呼ばれる。あるいは中心を軸で指示されたレバーの両端のどちらか一方を足の裏で踏む。 操作のものもあり、操作部は平らな板状となっているが、足の甲で引き上げる操作を考慮し前方に伸びたレバー端のみ軸状とした車種もある。クルーザーやビジネスバイクなどに見られ、シーソーペダルとも呼ばれる。いずれの場合も、シフトレバーがトランスミッションから突き出したスピンドルに直接固定されるものとリンケージを介して操作を伝達するものがある。今日のようなフットシフトメカニズムを 初めて導入したのは、イギリスのベロセットで、1934年のことである。その後多くのメーカーがこの機構を採用したが、1936年の BMW のように、フットシフトを採用しながらも非常用に、ハンドシフトレバーも併設する例が普及の当初には、見受けられた。エドセルのテレタッチシステムや欧州の大型バスに、見られる近年のジャガー XJ ローラ t 七十。 フォード GT40 など、ハーレーのクラッチシフト、ありがとうございます。